いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2018年モデル、BMW X3 X Drive 20D M スポーツを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントバンパー、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所、左フロントフェンダーに飛び石、フロントバンパー複数箇所、右リアドア複数箇所、右リアフェンダー、リアバンパー複数箇所に線傷、左フロント以外の3枚のドアエッジ、左リアアルミホイールに傷がございます。走行距離に関しましては約5000キロと非常に低走行なお車でございます。外装色はブラックサファイア、インテリアはブラックハーフレザーが採用されております。 X シリーズの中でも高い人気を誇る X3、 その現行モデルが入庫いたしました。最新の安全装備はもちろんのこと、伝統のキドニーグリルもより大きくなり、迫力のあるフロントフェイスとなっております。またこちらのお車は M スポーツとセレクトパッケージが装備されておりますので、スポーティーかつ快適な装備が十分に施された一台となっております。ヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは2リッター直列4気筒のディーゼルターボチャージャーが搭載されており、最高出力は190馬力を誇ります。また足元に関しましては純正の20インチアルミホイールが装備されておりますので、足元も非常に迫力を感じる一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましては新デザインの LED テールライトが採用されており、よりシャープな印象を受けるお車となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペースに関しましては X3 ということで非常に広々と加工されております。またスーツケースに関しましても複数収納が可能となっております。さらには後部座席を倒していただくことにより長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックハーフレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能となっております。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されておりますので非常に滑らかな加速感を味わうことが可能となっております。また走行モードに関しましてはエコプロ、コンフォート、スポーツが用意されておりますので、エコな走りからスポーティーな走りまで幅広くお楽しみいただける一台となっております。さらにはフロント両席にシートヒーターが完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。また室内スペースに関しましては X3 ということで
大人の方でもゆったりとできるスペースが確保されております。後部座席にはパノラマサンルーフ、ハーマンカード音声のスピーカーが装備されておりますので、非常に快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2018年モデル BMW X3 X ドライブ 20D M スポーツを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約5000キロと非常に低走行なお車でございます。数多くの豪華な装備、スポーティーな専用装備が施されたハイパフォーマンスモデル X3 でございます。またシートヒーターやパノラマサンルーフ、ハーマンカード音声のスピーカーなど各種快適装備がふんだんに使用されたお車となっておりますので、ご家族でのご旅行など大活躍間違いなしの一台となっております。新車保証に関しましてもたっぷりと残っており、この車後も安心してお乗りいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。